カニがいっぱいいるな。サワガニが。ちょっともうちょっと小さいカワムシを取りたいけど、いないな。サワガニが。ヒラタがいるな。ヒラタでもいいかな。ヒラタ、金箔、オニチョロ、黒川、黒川が一番多いんですけどね、他のはちょっと少ないですね。こちらには入ってるかな。さあどこからやろうって感じですね。ちょっとあの緩い流れ込み行ってみますか。利根川の匂いだ。独特ですよね、利根川匂いが。場所的には良さそうだけど、どうかな。風が結構強いな。正面からの風なんで、本当は向こうから竿出したいんですけど、厳しいなこれ。利根川もちょこちょこ釣れてるみたいなんですけどね。こう果たして魚が固まってるとこ以外でもちゃんと魚が散って釣れるのかなと思って様子を見に来てみたんですけど、まあでも釣り人こんだけ広いところなのに一人もいないんで、自分一人ですね。釣れないんでしょうけどね。
掛けが前に飛ばないのが辛いな。向こう側から釣らないと風がちょうど悪いな。